タタタラダタタタラダタラン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 タ始まりました。みなこファミリー TV、 みなこの DIY 企画第1弾はですね、ずっと悩んでおりました。まあここで家族で食事をすることが多いこちらの食卓なんですが、こちら後ろカーテンがございませんね。日中はいいんですけども、光が入ってきていいんですけど、どうしても夜になると真っ暗な窓にスタッフさんが映り込んでしまうことが多々ありまして、なんか予期せぬ登場、スタッフ登場っていうのが何度かございました。なんとかこの抜けをね、可愛い感じの抜けにできたらなと思って、今回いろいろ考えたり調べたりしてみました。というわけでダイソー100均でね、すのこをね、何種類かゲットしてきたんですよ。これは 45×20cm のすのこ、こっちはね 40cm×25cm のすのこ、あと見て、ちゃんとペイントできるペンキ屋なんかも売っててね、いろいろ塗りながらいろいろやっていきたいと思います。そして私の好きなオイルステイン、これはダイソーではなくてホームセンターで購入したんですけども、オイルステインなんかいろいろ使ってちょっと可愛い抜けを作りたいと思います。まあこういう風にこの枠にね、ちょっとねすのこやっていきたいのよ。真ん中で切っちゃって、あ、すげえ、見て、これこそシンデレラフィットっていうのかしら。素敵なサイズだな。OK。組み立てるのはとりあえず後からにして、まず色を塗ろうと思う。さあ、では、外に行きます。せーの。ほい。というわけで、外に行きました。こちらは我が家の駐車場でございます。駐車場に、まあ、マット、シート引いて、ここで色塗りをしていこうと思います。さあ、この3種類のすのこをダイソーで買ってまいりました。まずじゃあ出していこう。こういう作るの好きよ。あの下手なの、めちゃめちゃ下手だし、知識は全くないし、変なものしか作らないんだけど、やりたいの、作るの好きなの。だからそういう教室があったらね、行きたいので、この間ね、ホームセンターの教室に行ってみたのよ。したら面白くて面白くて、来週も予約しちゃった、ね、さあ、では破り終わったのでこちら色を塗っていこうと思います。今回使う色はオイルステインのウォルナット。これをまあなんか適当な器に入れます。これな、実は韓国のりの器ね、こんなんでいいのよね。トコ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 、ああ結構結構濃いめの色だね。で、スポンジにこうやって含ませて、シュッシュ、ちょっとこれ多かったんだね。ちょっとおしゃれな木のさ感じがするでしょ。この、横の部分とか忘れがち、しっかりと、やべくせえな、できた。さあ、1個できました。じゃじゃん。ちょっとさ、結構これ時間かかるわ。このさ、隅々までやらないかんし、裏もやらないかんな。これすいません、スタッフさん、カメラってさ、今いい機能があってさ、三脚というグッズがあるじゃない。ちょっとそれ今日使ってみない？
それで塗ってみない一緒に。すいませんけど。タラッ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 。さあ、オイルステインを塗った木が乾いたので組み立てていこうと思います。サイズ測ったんですか？サイズね、結構シンデレラフィットで、このなんかいい感じに測ってきた。あんま短すぎてもいかんじゃん。長すぎたらこうやって出ちゃうじゃんね。こうやって出ちゃうといかんから、この長さよりも短くこっちだね。これだ。バス本番行く。オッケー。接着できました。これを横は4つつなげていきたいと思います。時間がやばい。一緒に手伝ってもらえないでしょうか。
暗くなってきたので中に戻ってきました。いやでもね、釘打ちは終わったからもう枠ができたってことよ。見てー、すごくない？ちょっとさ、はめてみたいと思う。はめてみたい。ちょっとはめてみる。さあこれでいけるはず。よし、さあいざ。横もダメだ、でかい、長い。サイズ測ったんですか？いい感じに測ってきた。測ってきた。最悪。マジか。クソ。られなかったので今日は2日目ということで朝からやっていきたいと思います。気合十分頑張ります。なんと枠のね、幅がね全然違ったの。やらかしちゃったから取りました。今横を取りました。そして上も切っていきたいと思います。最高、最高。これをちょっと一旦窓にどんなもんかやってみるか。いくだい。え？わわわわわわ。もうまさにぴったり。こういうことでしょ。ただちょっとやっぱ出ちゃうんだよね、ここが。ぴったりにしたい。いや、やる。もう決めた。やる。横ね、横がこの幅の横にしたいから、それにぴったり収まるようにこれを並べていこうと思います。さあというわけで、これはホームセンターで300円ぐらいで購入してきました板です。これをちょっと切っていきたいと思います。なるべくこの中、角がないように。気をつけてね。はい。かりんとうまんじゅう。かりんとうまんじゅうめっちゃ好きなやつ。いただきます。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。びっくりした。びっくりさせないでよ。よっしゃ。ご飯作る。お家入ってくるか。あ、作ってくれるの？
よし、楽しみに待ってます。じゃじゃん。はい、ということで多分完成したと思われます。いくよ。さあ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 、果たして、キラ見て、ぴったりなの。このアルファベットちゃんも塗ったじゃない。これをよいしょ。さあ、何の言葉が出てくるのでしょうか。みなこファミリー TV、 すごい可愛くない？ね。可愛い。可愛いだ。できます。こいつね、これ、そう、こいつがやるの。ほら、なんかいい感じに生まれ変わってる。どうだ？みーちゃん。作ったママ。どう？すごくない？すごい？すごいじゃん。嬉しい。2日かかりましたが、達成感でいっぱいです。いやー楽しかったな。ちょっと DIY は間違ってる部分も多いと思うんですが、ちょっとこれからね YouTube とかいろいろ見て勉強していきたいなと思います。もう私は気分がいい。それでは皆さん、またねー。バイバイ。イエーイ。